はい、皆さんこんにちは、ピカです。三国志14やっていくよ。はい、まあ今はですね、まあ相変わらず軍団に、まあ、そのまま委任しておりますけども、まあ私の方は、劉璋を攻めておりますね。はい、甲州と、そしてまあ成都に向かっています。今これ面築館かな、落としそうなのかな、もうね、ね、不遂感ですね。ダメです。はい、それではやっていきましょう。終了か。吉報をお持ちしました。で、長領隊は劉表を攻めてますね。そして今核が初めて差を落としたぞ。初めて出陣しました。あーそっか、これもうどうにもできんのだった。パンパンなっかな、こう不遂感。ご確認ください。よし、まだ入ってないやついるな。オッケーオッケー。うん、よしよしよし、さすればじゃあ次行こうぜ。その次は貴様ら、メンチクチクチクじゃ。やろう。よし、でここの兵糧とかを気をつけろ。あまりねえな。だが今8万持ってくる、ここも8万持ってくる、金も8万持ってくるから、まあ商人とだけじゃ50、買っとこう。上々です。よし、これで問題ない、盤石じゃ。はいはいはい、そうね。まあそうだの。2万。3万。2万。やべ、兵糧ねえぞ。あ、今行からかちょっと行ってるのかな。まあとりあえず一時ここに、これ全部入れちゃうとパンパンになるけど、出発いたします。向かわせておこう、後で軌道修正する。オッケーオッケー。兵糧はまだちょっと心配じゃから、出立いたします。よし、さてこれで違う、礼を申す。計略な。
まあ敵とのあれもあるんでしょ、あのまあ2個強食やってみようか。おそらくうまくいかんと思うよ。うん、流氷と、じゃああのこれどういうんだろう、し、うん、ほうきでいいのか、ここら辺は分からん。お任せください。まあこういうのもね、成功していけばバシバシ使っていくんだが、計略一つも俺使わない。うん、まあこの空港道論ね、ドンローか、クコドンロクコドンロは、まあコンピューターがちょくちょくやってるよね。流氷のとことか3回ぐらいも、独立してるよね。まあそれは使えるのかな。まあまあまあ行きましょう。どっち見てようか、こっち見てようか。見事な最後であった。さらばじゃ。聞いてください。ちょっと待って、2番隊何してんの、これ2番隊もそこ行くってか。貴様貴様貴様、内政する気ないならまあまあ こっちやろう。もう内政はいいかな。2ヶ月ほどしか経ってないけどな。編成な5、あこ5か。5だね。よし、心得と。OK。ありがたい。よし。でか、あの長安に金なさそうだけどいいかな。ここ兵糧ちょっとやべえぞ、やべえぞ。なんかちょっと、イチローさんみたいな顔してないイチローさん、イチローさんですか。わかりました。では参ります。イチローさん、よし、またルンルン気分の義賊さんですね。ルンルン気分。向かおう。平和そうな顔して。大丈夫でしょうか。
あれ？あ、砦か。え？いやいや、何？貴様何？お！やれ、やり続けろ。あ、でも敵接近時攻撃なってっからしてんのかな。まあ、ちょっとこれ勉強しよっか、様子見よう。オッケーね。達成いたしました。うまくいった。任務は成功だ。やれい。まずいですね。しのぎます。まあまあまあ、ダメージはなんかやってそうだね。ああ、ダメか。こいつらはダメか。了解。全く反りが合わんようじゃ。了解だ。もうお前らは諦める。嘘、死にたくないよ。龍太、その顔もう見れんのか。もしかしたらあの写真で使うかもしれんけど。ご確認ください。ちょっと待つんじゃ。心得ました。よしよし、よかろう。これはありがたい。で、5国体来たかな。国体で行ってみよう、最後はね。国体戻ったか。え、いやいやいや、ちゃん、お前でしゃばるな。いる。いやいや、お前は違うんだよ。こうだよ、お前は。参ります。まあまあ、でもシュートさんか。そうですか、分かりました。まあ18ちょいから、そんな激減はしてないね、兵糧ね。そうかそうかそうか。そしたらここ見るぞ。提案はしたかな。多分してねえな。達成いたしました。お喜びください。よし、喜べ。吉報をお持ちしました。
待て、甲冑らしき者が川を渡っている。ついでに捕らえよ。聞いてください。何が起きた？身に余る光栄です。探索。待て、長安に金輸送はしてないのか。なら輸送しておこう。ここたんまりあるからね。行くとしよう。まあ甲州とか落としたら曹操も移動すると思うけど。じゃあよし、で占領のところをしっかり見とけ。あんた終わってるね。何でしょうか。すまん、頑張ってくれ。ありがとう。任せてください。あんたは終わってるのか。こっちか。あんた読んだか。占領して動くとするか。で出陣、誰か格欲のやついるか。いる。よし。出陣だ。で漢中にねいっぱいね来てるんだよね、おそらくこの登用したやつね。もう終わったか。牧羊か。まあよい。そしたら OK ですな。でこいつは今鳥でやってるんか。よーし。ダブルチェックしてOK。達成いたしました。達成いたしました。上々です。一騎打ちか。違うか。
よし。甲冑囲め。報告いたします。まあそうね、これやっぱコンピューターも進軍するにあたりこれ拠点拠点を制圧してっているね。だったらやっぱりあのここ制圧することでもうあの自動に縮まるいうことはなくなるんではないかな。まあコンピューターの動きを見ることでも学べるよね、ちょっとね。ここはまだあの制裁を加えてないのか。関羽自身いるけどね。分かった。第一軍団と近くなってきたね。さあこれで29,000でいけるかな。出陣するぞ。よし。移動輸送の行ってまいります。行ってくるのじゃ。壊してねえな。大丈夫かなこれ、砦であっけど、まあ、大丈夫だろう。承知。よし。達成いたしました。吉報です。役に立ちましたぞ。行くぞ。容赦するな。くらえ。耐えろ。くらえ。くらえ。守りきる。うせろ。さすが甲冑、三部隊に囲まれていたが解けないね。逃げた。いやいやいや、あいつ長考じゃないのこいつ。またこいつ。お前よ、またどうせ捕まるんやろ。お前今度切るわ。もうあいつダメだ。俺となんか縁がないよじゃあいつ。まあ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 使い捨てで使えるか。
まあまあ、捕らえて、どうかな、敵の手に渡るっていうのもまた厄介なことやからな。どうでしょうかね、ようわからん。切った方がいいのか。よし、礼を言おう。水郷成功だ。おおおおおお、これ誰だっけ。あ、芝居の奥さん。はいはい、芝生の母ね。はい、わかりました。吉報をお持ちしました、よし。オッケー、落ちた。役立ってみせよう。さて、チョコ逃げた。それでいい。チンキ。よし。わかった。報告いたします。感謝しよう。行ってくる。ごめんね、さっとね、登用するね。チンキー。では参ります。行って参ります。で、イベント。さあ、そして失声。命令書は7か。何あるんだろう、ここ。ああ、耐久ね。
まあ耐久反撃とかかな。耐久反撃、あの城の反撃とかが。治安の上昇量が、うん、まあ一時続ね、続々出てきたからね、うん、治安の上昇量っていうのもそれで補えるのかな。内政、あコスト7、どういう感じになるの。68なるっちゅうことか。あ、68なるんだね。うん、まあでも内政が上がるっちゅうことやね。うん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 。ならばまあね、ここ上げとこうか。まあここ上げとくのも一つだが、まあそれよりも内政はもう追いついているから、これね、ダブル掛けが今レベル7、あーダブル掛けできそうやな、これな、レベル10ぐらいまでいきそうやな。頑固魚鱗方園核翼、頑固早急、でレベル7、うん、まあまあ当てはまったことは当てはまったね。うん、今、ちょっと待って、ここがレベル10なってるな。ちょっとこれこれ戻れ、いっぺん戻れ、落ち着いて戻れ、うん、戻って、違う、うん、ここで決定で、これいくつ？レベル7か。うん、わかった。そしたら、マックスのレベル10なったいことやな、早急入れたらな。あ、じゃあ、眼光さらに強くなるんだ、弓対ね。連弓とか、花公園のね、妙祭、阿弥陀仏とか。うん、じゃあ、やりましょう。早急ね。よし。そして、できれば、運搬レベルもね、レベル10だな。10以上上がるかも検証したい。いろいろ勉強していきたい。今の時点でレベル10だから。あ、10以上は上がらないか。わかった。これもレベル10だね、平坦もね。じゃあここ意味なかったかな。まあなんかあるか。今誰だった、これか、22、これでいいんだね。で、その他、そしたら軍政策、士気上昇、耐久回復ね、回復か、建設速度、舞台都市の士気上、上限が上昇か、まだなんか舞台の、これは平坦ね。運搬施設、うんうんうん、舞台の士気上昇ね、ここはね。まあこういう感じか、わかった。そしたら、ここ開く必要なかったな、ちょっとな、個人的に。まあいいか、士気上昇、うん、耐久上限、じゃあこれかな、開発。長所の
全なんか能力が開発能力が上がるっていうのにも、まあゆくゆくは変えていきたいところやな。よし、これでいい。え、まあいいか、これでいいわ。よし、オッケー、任せてもらおう。よし、そしたらこれ終わったから、お、核が溜まってる。うん、あ、吉報をお持ちしました。成功だ。ははははと出てきたぞ。両方から出てきたぞ。修正を。よっしゃ。いや、かなり出てきた。報告いたします。さあ、書くかのこれ、場所悪いのか、また。まあ文字は出てるが、ま、え、足りないっちゅうことか、先方量が。とりあえず、あ、やれって命令なってんね。お前もやれ。いや、これはちょっとやべえな。まあ、この戦に勝てば大丈夫だが。分かった。何でしょうか。はは。ついてこい。よし、はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。